アソンは684年に制定された発色の生の制度で新たに作られた生で上から2番目に相当する。一番上の真人は主に皇族に与えられたため皇族以外の進化の中では事実上一番上の地位にあたる。読みは遊びが古い。古くは遊び、単身とも書いた。このアソンが作られた背景には従来の心、蓮、首、 自家などの生の上位に位置する生を作ることで、生に優劣、待遇の差をつけ、天皇への忠誠の厚い死を優遇し、皇室への権力掌握を図ったと思われる。日本初期には、684年11月1日に、初めて阿蘇を賜った五十二死として、大宮市、大菓子市、安倍市、小瀬市、柏出市、岸、畑市、物の部市、蛇降市、笹部市、 中富野市、大谷市、淡田市、石川市、桜井市、梅梅市、田中市、小針田市、穂積市、山城野市、鴨野市、小野市、川辺市、市市、柿の本野市、軽部市、若狭市、岸田市、高婿野市、獅子人市、久米市、犬上野市、上付野市、墨市、星川市、大野市、胸方市、倉持市、綾市、下津道市、伊賀市、厚地市、 林氏、林、氏、はもつけの氏、すけあじし、みち、る氏、大野氏坂本氏、池田氏、玉手氏、し、氏が記されている。阿蘇は、主に人身の乱で、功績のあった、主に、真の姓を持つ氏族に、優先的に与えられた。その次に、位置する、主に、蓮の姓を持つ氏族には、す根の姓を与えていた。しかしながら、その後も朝廷に功績があった氏族には、 阿ソの姓を可視していき、奈良時代には、ほとんどの死が、阿ソの姓を持つようになった。さらに時代が下ると、大半の貴族や武士は藤原阿ソ源阿ア平阿タなどの子孫で占められてしまい、また、武家大統による下級貴族の没落もあり、阿ソは、序列付けのための姓としての意味を失ってしまい、公式文書で使う形式的なものになっていった。平安時代以降、 苦行は死の下にアソ意味名の下に校内死教という継承をもって称した。四位以下の母氏意味名の下に生をつけて故障した。死ではなく意味名の下にアソンとつけたものは特に名乗りアソンという。ありがとうございます。